首都八幡宮首都八幡宮は、京都府京都市上京区にある神社。源義経の欧州出発の地であり、旅行安全の神社として、数系を集める。宇佐神宮から、八幡大臣を誕生したのが、始まりと伝えられ、本田ダワの村、姫大臣、沖縄大姫命を祭人とする。元の名を、内野八幡宮と言い,い、平安系の大大理の東北に位置したため、 王城鎮護の神とされた。東園神皇がこの地に邸宅を建て、境内地に桃の木を植えたりして、諸人の数敬の厚い神社として、天皇家からも深い信任を得ていた。かつて、この地には、欧州で産出される金を京で商うことを、制御としていた金売り吉次の屋敷があったと伝えられ、上安四年三月三日、源義経は欧州平泉に赴く際に、 七時の助けを得て、倉間山から当社に赴き、道中の安全を祈願して出発したと言われている。首都とは、出発を意味し、この由緒により、首都ヤータグーと呼ばれるようになった。このことから、特に旅立ち、旅行安全の神として、信仰を集めている。京都市 A バス、今出川大宮下車、徒歩5分。ありがとうございます。